路肩にはおよそ80センチもの雪が積もっています。雪を見ると思わず飛び込みたくなってしまいますよね。名寄市では積雪が59センチ、突然のドカ雪に市民は雪かきに追われました。24時間の降雪量は幌加内町朱鞠内で75センチ、名寄市で60センチと11月としては一番の大雪になっています。急に来たから準備ができてない、まだ長靴なんか出してなかった。昨日は全然なかったんですけど、もう朝起きたらこんな感じです。明日朝にかけて予想される雪の量はさらに40センチとなっています。交通障害に注意が必要です。